初めて見たよ。へーい。いやー、こんばんは。いやね、家にずっと一人です。なんということでしょう。家にずっと一人。これは相当だよ。いつもやってもらってるので、マイクが破壊的になってます。そう、もうね、家に一人でいすぎてちょっと幽体離脱仕掛けてる状態といったところか、このエフェクトの意図。うん。部屋掃除しましょう。そう、部屋がね、あの自分一人だけだと結構壊滅的な状態になってるんですよね。あと洗濯っていうんでしたっけ、あのあれに入れて服をなんか洗うこと、あれがちょっとむずくてあ、僕は体調めちゃくちゃ大丈夫です。はい、ご心配なく。部屋が荒れると心荒れません。僕は荒れないですね。部屋が汚ければ汚いほどいい。うん、コロナになってないですね。あのメンバーが、コロナ一人になって、ゆめまるが、それで、僕ら濃厚接触者ということで今自粛中です。洗濯がむずくてね。なんか今最近の洗濯機は噂によると、なんか柔軟剤とか洗濯、あの洗剤も一緒に入ってて、ピッて押せばできるらしいんですけど、そのピがもう重い、すごい重い。で、難しいの。パンツ履いてますか？履いてないんですよ。ちょっと水も。いやーね、部屋汚いな。もう、出前ばっかりだから、出前のゴミってね、すごい体積が多くて。うん。で、この2日間くらいはもう堕落しきってましたね。うん。何もしないっていうことをしてましたね。でも、何もしないことに飽きました。ただいま。うん。なんでこれを始めた次第です。めちゃくちゃ更新してやろう。腹立つから。いやー、これは。動画は、ストックから、ポンポンと上げていくので全く問題はないんですけど、撮影ができないという状況なので、でね、あの家族のみんなとも今会えないという状態なので、非常に寂しい状態ですね。バク転してみてできないな。いやね、あ、確かになんか配信 YouTube でしようかな。でも僕自分のチャンネルないんですよね。機長のチャンネルしかないんですよね。いやー、なんで何をしようかなっていうのをちょっと皆さんと話したいな。なんか自分の趣味とか、なんだろう、好きな海外ドラマとか、そういうのを言っていただけると、ちょっとプレゼンしてほしいですね。オリンピックあんまり見てないけど、サッカーがめっちゃ惜しかったな。サッカー入れそうだったんだけどな。後ろの甲冑見たよ。これですね。何をしたらいいのか。それが、なんかこういう期間だから、なんかクリエイティブなことをしたいですよね。なんか例えば絵を描く、でかい企画をやる。今だからこそでかい企画。チェーンソーマン読もう。ああ、読みましたね。チェーンソーマン全部見ましたね。芝生って鳩っぽい。どこが鳩っぽい。全然わからん。守護霊がブスすぎる。いや、俺が元になってるから、俺がブスって言ってるのと同じだよ、それは。アホ。バキを使った企画。うん。皆さんね、バッキーはやっぱり必修科目ですからね、男子にとって。女性は、あの、バキー、本当女の、男の子ってバキー好きだよねって言ってくるんですけど、いや、女性も見た方がいいと思います。
油絵、モンハン、はあ、プリズンブレイク。うん、なるほど。いや最近咳が出るんですよね。いやでもこれは全然コロナ関係ないと思います。セイステブリ君の元へメンバーと LINE してる。 LINE はそうですね、なんかミーティングみたいな、この件でミーティングみたいなので一回みんなで集まってミーティングみたいなリモートでしたんですけど、もうリモートミーティング終わってからもなんか結構抜けずにグダグダ話してましたね。だから一人だと寂しいからっていうので斉藤さんいませんか？あ、斉藤さんいますよ。おーい、おいおいおい、斉藤さんだよ。何か質問ありますか、斉藤さんに。 BTS は僕誰推しだろう。あー難しいな。あれかな、うん、ジミンさんですかね。うん、あの声の高い、ダンスもキレキレで。あ、次テテさんかな、うん、BTS はかっこいいよな、うん、かっこいいよ。あ、そういうの見ようかな。なんかアイドルにハマるとか、そういうグループものにハマるとか、そういうのでやっていこうかな。好きな食べ物、好きな食べ物、女性の頭皮の油のアヒージョかな。柴田っていう曲、あれは結構ずっと丸一日かかりましたからね、あの作るの。ああいうね、やっぱ準備大変系は結構自分の中のあのクリエイティブクラウドを切り裂いてやらないと厳しいので、あんまり頻発はできないんですよね。ダンスをめっちゃ極める、あーいいですね。ダンスをめっちゃ極めるか、なるほどね。そういうのいいな、そういうのやっていこう。なんかおすすめ海外ドラマとかあります、皆さん。おすすめ海外ドラマ毎つや参加、うんうん、毎つやね、毎つや、あいつずっとやってるな最近。うざいな、毎つやっていう五感が、うん、乗っ取ってちょっとやりたいな。でもマイクラあんまりハマってないんだよね。昔哲也となんかすげえ昔時代に2人でカズ2のスタジオの2つ目のスタジオの外観を完全に再現しようっつってやってたんですけど、海外ドラママジでゴシップガール、スイートホーム、スーパーナチュラル、なるほどスーパーナチュラル、あー聞いたことあるな。ウマ娘のアニメみたいなの見ましたよ。あのね、あの東海帝王がものすごい勢いで勝つところ、すごい感動しますね。ウマ娘結構やってるんですよね僕、うん、ちゃんとガチャも引いて、ちゃんと大会も出て、大会チャンピオンズミーティングみたいな。デスパレードな妻たち、あウォーキングデッド、あウォーキングデッドはねうちの家で永遠に流れてた時期があったんで、その時になんか片手までこう見ちゃったんですよね。だからあんまり、クイーンズギャンビット見たんだよな、うん、クイーンズギャンビットにちょっとハマって、チェスにハマって、あのシバターの歌詞でね、ヘイルークキャスリングって哲也が言うとこあるじゃないですか。キャスリングはあのルークとキングを、こうルークとキングの間が空いてたらルークとキングを入れ替えるってチェスの謎の特殊ルールで結構強い一手なんですけど、それをちょっと入れましたね。キングスマンゴールデンサークル、ああ見ましたね、うん、結構見ますよ僕。
なんか大体の名作映画は大学の図書館で、制覇済みなんで僕。あ、でも最近かそれは。キングスも結構グロいんですよね。なんか敵役を、最後敵役をパッて倒すときに、なんかミンチの機械に頭ごとぶち込んじゃって、でミンチになって出てきちゃってっていうのがすごい。あとは、あ、ちょ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 、ギフテッド、ザ・ハンドレッド、ハイスクールミュージカル、あー見ましたね。ハイスクールミュージカルも見ちゃったな。ハイスクールミュージカル、急にね、急にミュージカルが始まるんですよ。あれちょっと見てみてください皆さん。急に始まるからね。なんで今歌うっていうところで歌うんで。太陽の末裔、うん、バイオレットエヴァーガーデン、ああ分かんないな。通り部見た、あ見ましたよ。見てます見てます。でうちのあの長男が最近の口癖が、おいこん中にパーの立ちやられてんのに迷惑だって思ってるやついる？ひよってるやついる？になっちゃったんですよ。いや僕としてはあんまり長男にヤンキー漫画ヤンキーアニメにハマってほしくないなっていう気持ちがあるんですよね。わかります？俺マイキーだからさって言って、あのポケットに手を突っ込んで歩いたりするんですよ。いやわかるけどね、かっこいいからね、わかるんだけど、ポケット手突っ込んだまま転んだらこう鼻から行くじゃないですか。いやだからもっとちょうどいいやつ、マイキーじゃなくてこの前あの僕金髪じゃないですか、金髪でなんかものすごいセットする機会があって、あのチームコカ・コーラの時のあの応援の時かな、あの時に結構ふわみたいな外羽みたいなセットしたんですよ。で金髪の状態で、であれでなんかあれ俺マイキーみたいじゃないみたいなことをみんなに言ったんですよ。そしたら夢丸が、えオーマイキーのことって言って言ってきて、いやオーマイキー皆さん知ってます、オーマイキーっていう画像が、こうやってマネキンがこうやってやってるだけで喋る、喋って包んでいくやつなんですけど、それがツボだったな。だからポンス君にはオーマイキーを見ようかな、オーマイキーを見せよう。ヤンキー漫画 NG でした。へえ。ねえヤンキー漫画見てヤンキーになっちゃったら困るもんな。だってあ東京リベンジャーズのあの人たちだ、中学生だよ、中学生バット持って構想って、あんたそうダメよそんなことしたらね、かよな。アイキーとドラキン、ドラケン派だな。うん、あヒーローアカデミアをポンスに見せる、ああ確かにそっちの方がいいな。うん、そっちの方が間違いない。TikTok をやる、ああ確かに TikTok やるのいいかもな。 TikTok やろうかな今。 TikTok ってどうやってやんの、ちょっとむずいんだよね。なんか別にいいんだけど、ダンスをこうノリノリでやるっていうのがなんか恥ずかしいと感じなければいけないという自分もいるし、別にノリノリでやりたいっていう自分もいるので今戦ってるんですよ。 TikTok やるしべ長者、ああ幽谷のモリアーティ、テネット、ああテネット見たな、テネット面白かったなテネットってすごいんですよ。テネットは普通まあタイムリープものってあるじゃないですか、この点この
過去未来ブーって進んでるけど、でブーポンって普通行くじゃないですか。でもテネットはここでタイムリープするよって言ったら、この地点から時間を逆再生で逆行していかなければいけないっていうね。だから一瞬でタイムワープはできないというむずいやつですね。インセプション、ありがとうございます皆さん、参考にします。芝居のビエみたい。あ、ビエね、あのヒカキンさんのビエ、うん、すごいなと思った。あれは元ネタ俺知らなくて、でヒカキンさんがいきなりこれやりましたってなんか言ってたから、見てみたらあのドゥッ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 ってやってたから、いやもう行かれたかこの人はと思ったんですけど愛のあるパロディだったと思う。ものすごい再現性だし、あれ、うん、あれすごい中毒性ですね。ああいうなんか 3D アニメーションみたいなの俺が作れるようになってどうなるんだろうね。ちょっと勉強してみようかな。ビエトゥトゥク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 トゥ、やってみたいな。ちょっとこのフィルター変えよう。むずい、インスタも。ああ、なんだこれ、もう。なんだこれ。洗濯機回して。洗濯機回してみる？仕方ないから。洗濯機、ちょっと皆さん教えてもらっていいですか？どうやってやるか。今この状態なんですけど。はい。ちょっとわかんないんですよ。どうやってやんのこれ。これとかね、ずっと使ってるからね、これ。これ使い回しで。ずっと、あー、ちょっと危ないな。ちょっと危ないですね、この匂い。ちょっと危なくなってきてるな。あ、これまだいける。これまだいけるわ。これまだいけるから、これかけときます。バスタオルって皆さん何回洗います？何回で洗うか。難しい問題ですよね。僕は、一回までかな？洗わないのは一回まで。じゃ、バスタオルが、尽きる。まず、このズボン見てください。このズボン。見覚えあると思うんですけど、このズボン、今3日連続、いや、4日連続ぐらいこれ同じの履いてるからね。洗わず、どうなってんだと。廊下に服とかこうやって落ちてますよね。えどうしよう、これ何入れるの、これなんか金具とかついてるけど大丈夫なのかな、これで。ここにふんどしとかもありますけど、ふんどしでもね、ふんどしね、やっぱり無理だ、無理なんだよね、ふんどし。使えない。あ、ここにももう服落ちとるし。これも、洗うか。ちょっと待って、洗濯物今かき集めるんで、ちょっと待ってください。なんだ、君たちは。なんであるんだろうここに。やばい、これもう地面見せられないくらい結構汚いですね今この部屋は。あ、パンツも落ちてますね、パンツ。あ、びっくりした、びっくりした、出た、ブービートラップ。この子供のね、子供がプーってやると鳴るやつ、これ下に落ちてて踏むとね、あ、びっくりしたーってなるんだよね。
これよくあるトラップなんでマジ気をつけてください。で、え、それで、え、どうすればいいんですか？え、な、な、なんだこれまあ。ちょ、どうしたらいいの？もう。どうすればいいんですか？この後。レゴ踏むと思うんです。わかる？レゴね。閉じる。うん。あ、これもちょっと。この T シャツさ、あの、ジョジョのキャラのね、やつなんですけど、画質悪くない？この T シャツ。T シャツの解像度が360くらいなんで。で？できん！できん。できん、できん。最近ヘアオイルにちょっとハマってて、ハマってるっていうか、ヘアオイルをしないと、分かったことあるんですよ。ヘアオイルをしないと、髪の毛の金髪がすぐ汚いモップになるっていうことが分かりました、僕。なんで、こういうね、ヘアオイルとかいっぱい使ってますよ。なんか、化粧品とかいっぱいあるんだよね。でもあの、全部僕のじゃなくて、おこぼれで使ってるだけなんですけど、結構助かってますね、これは。電源入りを押す。入り、あ。黄ばみには約40度取ってつけ置き、取っておきコース。ん？なこれ。遠隔とかあんの？遠隔。で、どうするんですか、これ。電源を入れました、入れました、電源。洗剤を入れる。これ。で、柔軟剤入り、ん？あ、これ危ねえ、混ぜるな、危険な、これ混ぜたらダメだ、これ、ん？あ、でも混ぜてもいいのかあ、他のものと混ぜてはいけない、うん、これ危ない。ソフランアロマリッチ、そこ入れるんよ。奥深い香りが心まで届く。オータリーフラワーアロマの香り。香り長続きするアロマ柔軟剤。ちょっともう、むずいもん。俺にとってこの洗剤を見るってもう、古代の遺物、古代のアーティファクトを見てるような気持ちですよ。遺跡。解読せねばならん。奥深いアロマの香りが一日中香り続け、マジで？え、いいの？そんな。ちょっと待って、とりあえず今履いてるやつをこれ脱いで、これ。よし。で、じゃあこれを、だともうどんぐらい入れるかとかもさ、全然わかんないわけよ。ソフランアロマリッチ。こんな感じですか？そこに入れる。どんぐらい入れるのってだから。どんぐらい入れんのって。あ、一杯、これね。あ、これか。蓋。うわ、やべえ。蓋がなく入れちゃった。いや、感覚でいけ。感覚でいけ。感覚でやるんだ。俺はできる。蓋の
雰囲気を見るに洗濯ジョボジョボジョボぐらいだな。今ジョボとジョボを入れたから、いやジョボとジョぐらい入れたから、ジョボジぐらい入れればあと多分足りるはずなんだ。洗濯おらん。え、おい、はい、何すか。ん、もう何も入れなくていい、直に入れない。え、あ、え、わかる。このなんかここなんか上にあるんですよね、上に。でもなんか自動投入機能みたいなのが今ないっていう噂を聞いてて、あ、やべ、目詰まりしてる。目詰まりしてるよ、これ。フィルター目詰まりんだよ、これ。これな、これな。これなんか、うまく取れる。ヘアオイルとかかけたらうまく取れるとかある。まずこれ掃除しなきゃ多分できない気がするんだよね。うわっ、やば。あ、あ、でも気持ちいい。あ、気持ちいい、気持ちいい。うん、鼻の角栓取るときぐらい気持ちいい。どうすればいいんだ。よし、ミッション完了。そこに入れる？そこに入れんの？ここに入れるの？ここに洗剤入れることある？そんなことある？わかる、ちょっと気持ち、あ、大ちゃん。あ、これ奥の方がちょっと取れねえな。奥の方どうやって取るんだこれ。あ、歯ブラシ、歯ブラシ。あ、これなんか、すごい。奥の方のものを書き出せそうなものを発見したんですけど、これ使う？奥の方にこれフィルターが、これ目詰まりしてるの、奥の方がこれ目詰まりしてるんだこれ。なんだお前、全然取れんかよお前。じゃあ、閉めて洗濯乾燥か、乾燥までついてるはず。私流プラス。うわー、むずい。なんだこれ、スパコンかよ。マジで一流のプログラマーじゃないとできないでしょ。現実から逃げるな。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。俺をやる。私流プラスとは、変更して運転内容を記憶します。あ、記憶できるのね。洗いすすぎ、脱水？脱水？何ですか？コラボどこ？使わないと思う。あーちゃんとコラボしてほしい。あーちゃんどこにいんの？どうやったらコラボできんの？お任せボタンっていうのがインスタにあんの？お任せボタンだってなくない？インスタ？あーちゃんとコラボ。
いや、自分一人でやれなきゃ意味ないから、今。目のマークを押す。目のマークを押すって何？目のマークなんてなくない？これが目だと思ってる？今コメントした人。え、目のマークを押せばいいんでしょ？花粉。むずいな。目のマークなんてないって。洗剤溢れてた。目のマーク。仕上がりアップに決まってるやん。え、これ本当にいい？いや、無理無理無理。わかんない。これでなんか爆発とか、なんか、原子炉が作動して爆発とかなんか、怖いし。ダメだ。どうすればいいんだ。目の、あ、目のマークはインスタかい！そうか、そうだな。確かに。え、でもインスタにも目のマークないけど。もう選択とインスタどっちもむずいな。選択グラムに解明してやろうか、俺が。センスタ。柔軟剤だけ入れて、洗剤は入れてない！マジで？柔軟剤だけ入れたの俺。嘘でしょ？ランドリン、いい香りん、ランドリン。やかしいわ！なんだこれ？いい香りんランドリンって舐めてるじゃん。ほら。こういうとこよ。こういうとこ。洗濯できない人のことさ、全く考えてないじゃん。いい香りんランドリンだよ。おかしいじゃん。あ、詰め替え？リンスだな、これ。これリンスだ。こいつはなんか高級志向か。これラ・ボンズ。うん。一見高級そうに見えて、なんか大容量で通常の3倍サイズっていうのがちょっと高級感を薄れさせてるな。これはちょっと安心できる感じの大王道の感じはありますけどね。ドラム式専用。うん。抗菌。あ、いいじゃん。洗濯用洗剤。うん。はいはいはい。ちょっと待ってくださいね。ちょっとマジこんな時間かかると思ってなかった。ごめん。普通に。ここに多分なんか入れるところがあるんですよ。でも。ここにペンギンいるんですよ。だからここちょっと作業が難しいな。これなかなかここペンギンだよ。これペンギンさ、普通さ、これさ、こうじゃない？これペンギン、ビジュアル的にさ、ビジュアル担当じゃんこれ。でも今こうってなんだろうね。ひょっこりズムを踏襲してんのかお前。ペンギン下ろしていこう。そうだね、ペンギン下ろしていこう。ペンギンは下ろしていこう。まずペンギン下ろそう。待って、喉が壊れてしまって。これトイストーリーのねペンギンですね。こういうティッシュケースのってむずいよね。あ、ある。なんか嫌だな。なんか腹綿みたいじゃないこれ。腹綿みたいでちょっと嫌ですね。ペンギンも洗う。なるほどね。ペンギン洗っていく。ペンギン洗うのちょっと意味わかんない。とりあえず洗濯しよう。ペンギン。ペンギン洗濯していこう。ティッシュ入ってないよな。ティッシュ入ってたらお前許さんからな。ティッシュをさ、この中にぶちまけることになるからね。わかってる？
自分の中にティッシュがないか、今一度自分の胸に当てて確認して。うわ、めっちゃ洗濯ついた。ちょっと待って。一回心落ち着けるわ。ペンギンを洗おうとして、もう一度、洗濯槽の中に指を突っ込んだら、洗剤をめちゃめちゃつけましたね。うわぁ。マジかよ。マジかよ!畜生。うちの可愛い可愛いグリちゃんです。紹介します。グリちゃん、ほらこの子ね、こうやって縮んだりしてくれるんですよ。ほらね、グリちゃん可愛いね。いろんなので役に立ってくれてますよ、グリちゃん。あー、なんだこれ。ちょっと待てよ。いや、ちょっと待って、一回脱線させて。いや、このショーケースの中ね、ショーケースの中、これ、トニー・スタークとか、これかっこよく飾ってるわけですよ。トニー・スタークの心臓の部分、アークリアクターとか。その横にさ、なんか、ビニールで包まれたさ、T シャツとか。これ僕置いてないんだよな。これ誰が置いたんだ、これ。これ誰だ、これ。誰置いたの、これ。これ誰だよ。お母さんだな、多分。くれたな。いやいや、ちょっと戻ろう戦場に。やれ、俺はやるぞ。で、さっき柔軟剤を俺は入れた。ということはどうなる。何、ここに自動投入のやつがあるんですよ。だから今考えられる選択肢は3つ。先ほど洗濯槽の中に直接投入した洗濯洗剤もしくは柔軟剤をなかったものとし、もう一回ここで設定し直すか。2つ、さっきのものを適用し柔軟剤だけをこの自動投入で使うか。3つ、さっきのものはもしかして柔軟剤だったという仮定を信じ、洗濯槽、自動投入のところに洗濯を入れるだけにする。いや、4つ。洗濯はしない。これかもしれないな。自動投入だったら、さっきのはまず俺は何を入れたんだ?俺は何を入れたんだ?いや、待てよ。俺これ入れてないよな。もし仮に俺がこれを間違えて入れていたとしたら、いや、ま、ない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 。これ何?マジ?ややこしいな。これをさ、ここに置いといたらさ、混ぜるな危険が混ぜられて危ないかもしんないじゃん。酸性タイプの製品と一緒に使うと危ない。畜生。どうすりゃいい?これ関係ないよな。落ち着けよ。コメント欄見よう。何ですか?手洗い。確かに、手洗い。確かに手洗いの方が早い。こんなんだったら手洗いの方が早い。でも手洗いをするためのあの、ゴリゴリゴリっていうやつがないんだよな。ああ、わかった。これか。これか。あ、わかった。来た。例えば、こうじゃろ。一回ね、洗濯機なんてなかった時代があるわけだから、その人たちの気持ちを体験して、そっから行こう。
昔の人って大変だったんだな。これ一枚一枚やってくんだぜ。昔の人すげえよ。今のさ、人間はさ、人間が昔の人がやってたことをさ、機械に任せてるわけでしょ。だからかな、俺が選択できないの。こうやって丹精込めて一つ一つ洗っていった方がいいのかな。いつもはこんな、一人ではこんな大変なことを、俺以外の人はやってくれていた。俺のために、ありがとう、ありがとう、うちの妻、そしてお母さん、万物、この世の選択している全員に感謝を。手がぬるぬるになっただけ。どうする。どうすればいい。ちょっと待って、これめんどくさすぎるな。これ全部やるのめんどくさすぎるわ。あ、すいません、コメント欄読みます。ちょっと一人で突っ走りすぎた。何もしないで落ち着いて座ってくれ。その方がマシだと。いいだろう。今かけたやつを入れる。洗濯機を回す。そうだ、俺は見て見ぬふりをしていたんです。皆さんすみません、白状します。蓋を閉めてお任せボタンをポチッと押すだけでいい。そのコメントを見て見ぬふりをして、自分は洗濯機が下手だからちょっとふざけたり、むしろそのお任せボタン一つだけで自分のこの洗濯機が苦手ということが解消されてしまうことが怖かった。そう、そうなんです。お任せボタンを押します。今からお任せボタンを押して、自分の洗濯機の洗濯としての洗濯カー、自分も洗濯カーになります。洗濯カーの自覚を芽生えさせて、これから選択をできるようにしていきたいと思います。覚悟決めました。すいません皆さん、やります。